今日ちょっと思うところがありまして、前回とまあ先日ね、お話したと思うんですけども、まあ同じね、後輩っていうか、まあ可愛がってる同じ子に2回やられたと。2回、まあその裏切られたと。裏切られたっていう言い方はあれなんだじゃない、適当じゃ当てはまらないのかもしれないんで、2回期待していた子に、期待に応えてもらえなかった、そういう言い方の方がいいんでしょうか。でもまあ期待を持たされて、散々こう煽られて期待を持たされて、その子のためにいろいろ動き、頭も下げ、いろんなことをセットアップした上に逃げられた、まあ、そういう感じでしょうか。それ、まあ、まあそれもあって、それの同じ日ですね。これって面白いもんで、同じ日にうちにいた秀夫がバックれました、ついに。まあ、まだ24歳なんでね、まあ、なんとなくその予兆というか、そのあったんですよ、まあ、ああちょっと最近来てるなっていう、まあ、2月ぐらい前から結構なんかストレスが来てて、なんかやっぱりね、いいところのお坊ちゃんなんで、まあ、そのレストランの仕事をね、したこともなかったんでね、毎日そのレストランの中に1日10時間とか働くっていう、その感覚がどうもストレスになってたみたいで、それがまあ徐々にたまりで、結局その休みたくても、例えばね、まあ、レストランですから週末が忙しくないレストランは、ね、潰れるしかないので、まあ、週末は必ず忙しいんでね、もうその彼が仕事入ってなくちゃいけないっていうことで、まあ、週末にどっかで行きたかったことも、行きたかったところもあるんでしょうしね、なんか一回コンサートに行きたいって言ってたのに、行っていいよって言ってるんですけど、なんか自分の責任感からか、まあ、出てきて、まあ、それがまた逆にストレスになってたまったっていう、まあ、そういう感じなんですよね。やっぱいろいろプライベートでもなんかいろんな問題が重なってたみたいで、あの子言わないんですよ、まあ、まあほぼほとんどのね、アメリカ人の方はそういうのをシェアしないっていうか、その自分が抱えてる問題とかを他の人とシェアしないんですよ。シェアしないってどういうこと？シェアって分かりますよね。じゃあ説明、そのシェアだけで言っちゃいますけど、そのシェアしないんですよ。で、自分で抱え込んで、結局それが精神的ストレスになって、ある日ボンって、それでまああのあっちをね、危ない方の違法な薬物に手を出してしまったりとか、その日本でね、まあ、こちらで合法なんですけど、日本でダメになってるその葉っぱさんとかね、葉っぱを吸ってしまったりとかね、そういう感じになっちゃうんですよ。で、結局自分がね、コントロール不能、現実逃避になって、まあ、壊れてしまうっていうほとんどなんでね、まあその後なんて言いますかね、あとまあ簡単に言えば根性がないていうか、その決断力もなくて、あと何ですかね、その何でしたっけ、突っ走る感じ、わかんない、ちょっと後で出てきたり言いますけど、まあ、その決断力もなくて、基本そのなんか時の流れに身を任せてみたいな、聞こえはかっこいいんですけど、そのギリギリの最後のところまで決断しない、だからスケジュールとかも、来週じゃあどこどこ行こうよとかじゃなくて、もうその日に終わって、その日の気分で、今日はどこどこ行きたい、あそこどこどこ行きたい、何をしたいっていう感じで行動するっていうタイプがうちのヒーローだったんですね。まあそれと、まあ一番の問題は、まあそのね、お金があったっていう、このおばあちゃんのお金持ち、両親がいなくてもおばあちゃんに育てられてますんでね、おばあちゃんがまあ土地持ってたり家持ってたり、その彼自身が住んでる家もいとこと一緒に住んでたんですけど、まあそこも結局おばあちゃんの持ち物なんでね、家賃もほぼかからないっていう、でまあおばあちゃんの遺言も全部彼がね、引き継ぐっていう感じになってるんでね、まあ、あくまでもそのおばあちゃんが存在してる間に、その自分はちゃんと仕事してますよっていうのを見せてさえいれば、まあ将来は安泰だみたいな感じで考えてるんでしょうけどもね、まあ結局まあ、頑張ってくれてたんですけどね、まあ、いなくなってしまって、まあ、いなくなって僕はもう基本、去るものを追わずなので、もうしょうがないですよね。なぜかと言いますと、まあ、いろんなことを言われたりします、たまに。いやでも一度ぐらいは引き止めた方がいいんじゃないのって、もちろん一度は引き止めます、もちろんです。でも2度あることは3度あるじゃないですけどもね、まあ、2回目はもうないのでね、僕の中では一度は引き止めます。それで戻ってきたら、もうそれはもちろん許すし、そのチャンスはもちろん与えてないって思ってるし、与えてきました。でもやっぱりね、2回目になるともう多分気持ちが切れちゃってるんですよね。まあ多分1度目で
辞めるって言ってる時点でもう一回気持ちが切れちゃってるんでね、それはまあ無理やり眺めて言いくるめて戻したところできっとまたその同じ気持ちは吹き出てきて湧き出てきてしまうものなんでね、結局同じことを繰り返しますんで、もう一回辞めたいと思った時点でもう多分辞めさせるのが一番いい選択だと思うんですよ。だから今回も結局ね、その辞めたいというかもう昼普通に来てたんですよね、金曜日なんで昼忙しくて普通に仕事してて、まあ仕事も最近全然遅くなってきて、なんかあの昼上げてくれとかなんかだだこねたりとかなんか、まあそれも全部必要な人間だったんでね、その条件も全て飲んで、あのスケジュールもだいぶ半分くらいカットして少ない時間でやってもらって給料も上げてっていう感じで彼の望む通りに全てやってたんですよ。まあ必要な人間だと思ってたんでね。でまあ結局それで、まあそれをやったにもかかわらず、まあいなくなってしまったと。でまあそれで昼休みね、テキストが来て、あのメールみたいなの来て、あのもう戻りませんって、一気に戻りませんって言って、まあもうそれはしょうがないと、もう別に今晩誰もいないけど誰もいないけどね、そんなもう辞めるって言って、いやいや辞めるって決めて人間をいやいや働かせてね、大金積んでさっさまでほっぺた叩いて、あの無理やり働かせるのもね、お客さんにも良くないし僕らにも良くないし他の従業員にも良くないしってことで、その場で引いてもらったって感じですよ。で、まあ、夜ね、あのお給料持ってって、まあ、アメリカで48時間以内にね、あの辞めたらお給料払わないといけないので、まあ、すぐ会計士さんに連絡取って、その金額を出してもらって小切手切って持ってったんですよね、家にね。じゃあまたなんかちょっと話したいみたいな感じで、まあ、不安定なんですよ結局は精神的に。だ多分あっちの違法な方になんか手出してたと思うんですけど、まあ、目もね最近座ってなかったりとか遠く見てたり、あの物覚え悪くなったりとか、まあ、典型だったんで、まあ、僕も何千人で使ってきましたからね、そのたくさん見てきましたんで、まあ、その中の症状が重なるのがたくさんあったので、あこれは絶対やってるなと思って、あのスピードさんとかね、そういう感覚はあったんですよ。で、まあ、それが出ちゃったかっていう感じでね。でまあ、夜そのコピッタ持ってった時に、まあ、なんですか、いろいろ話をしたいみたいな感じでこういろいろ話しかけてきてたんですよね。だけど、まあ、もう僕はもう正直もう何を言われても、いやでも、もう辞めるって決めたんでしょって言ったら、はい、だったら今更ね、あの時どうだったこうだったって言っても意味がなくないですかっていう話をしたんですよ。でも辞めるって決めて、だったらもう一日も早くね、この今までやってきたことを思い出にしてしまうかも忘れてしまうか、それは自分の自由だから、あの引きずるのだけはやめてくれと、もうとりあえず前を向いて笑って生きていきましょうという話で握手だけして僕はもう帰ってきちゃいました。まあもちろんね、最後に退職金ではないですけど、まあちょっとお給料もね、ちょっと上乗せしてお支払いしておいたんで、まあこれからもね、彼が幸せになってくれればいいですよと、まあ本当のことですよ。だからまあやられたことに関してはもうちょっとお店は困りましたけどね、金曜日土曜日の夜が、ね、ウェイトレスがウェイターか、そのサービスフードサービスする人がいないっていうんでね、その前のオーナーさんの前のオーナーさんの旦那さんがキッチンで働いてますんで、前のそのオーナーさんですね、社長さんの奥さんが、まあ、いつも夜あのまだレジ夜やっていただいてるんですけどね、もう昼はもうだいぶ前にあの外れたんですけども、まあ、夜だけ1時間2時間ぐらい来ていただいてて、いつもで、まあ、関係も良好で、あのそれからはね、あの夜だけいつも5時ごろ来ていただいて、暇だったら7時ごろ帰るっていう感じで2時間ぐらいだけ忙しい間にいつも手伝ってもらってたんですけども、まあその、ね、彼女がもう僕よりもだいぶ僕よりも途中目なのに頑張ってね、あのテーブル8席9席とかあの全部見てくれて頑張ってやっていってくれて、最後までね、そのやっぱり最初に僕が決断してこっちのアメリカってアメリカじゃない、この町に来るときに全力でねサポートするからって言ってて、まあ、そのお金のこともあり、お金を借りてるっていう僕がね弱みを、まあその何ですかね、なんか違った意味で受け取ったりして、
まあ、卑屈になってたっていう時期もあって、その関係が良くなくなったっていう時期もあって、もちろん喧嘩もしましたしね。まだまあ喧嘩するほど仲がいいというか、まあ、その喧嘩が終わればね、次の日は普通に笑いながら話してるっていう関係だと僕は思ってます。でやっぱり何かあった時に必ず旦那さんもそうだし、もう助けてくれるし、で今回も奥さんもやっぱりそうやってね、もう僕はこういう状況でね、一人騙されてっていうか、まあその騙されてもう一人いなくなっちゃってて、もう今一人きりになっちゃった状態なんですけど、まああの二人がこのね、いてそばにいてくれて、あの一人じゃないんだよって言ってくれるだけで、まあどんなにありがたいかという感謝ですね。とりあえず感謝、もう初めさんからもいつも言われてたんですけど、ミキさん感謝ですよ、もう全てにおいて感謝です。その例えば YouTube に関して言えば、そのバッドボタンをくれる人もバッドコメントをくれる人もアンチの人も感謝です。見てくれてるだけで感謝です。それが、まあ、自分たちの収益になり生活させてもらっている、これはもう感謝でしかないんですよっていう話を受けてて、いややっぱりこの人は偉大だなと改めてうちのはじめ先生のことを僕は思いましたよ。でまた尊敬の念がまた増えました。 YouTube の先生ですね、うちのはじめ先輩、それからその前のオーナーさんたち、昨日もねちょっと夜お休みね、あの2人は休みの日にも他の人と会いたくない人たちなんですよ。バイク乗っていつもどっか遠出してるんで、それが趣味なんでね。だからまあそれでもまあちょっとお願いして、ちょっとお家お伺いして、まあ、ちょっとお話だけねさせていただいたんですよ。お話だけさせてもらいに行って、まあ、ちょっとまあ僕もストレスがね溜まってましたんで、まあ、ちょっと吐き出させてもらっていろいろ、それでまあ、そういうね、一人じゃないんだよって、一人じゃないんだよってことを言ったら、もう昭和、こうなったら昭和生まれの3人で目に物見せてやるみたいな、ね、決断、妙な決断力が、団結が生まれたりなんかして、まあ、いまだにね、まだ、フードサーブする子はまだ見つかってないんですけど、一人も。明日はまた昭和の3人しかいないんですけども、まあ、見つかるまで、踏ん張ってね、頑張るしかないんで、ね、お店はもう忙しくなってきてるんで、本当に人手不足というか、まあ、なかなか人も見つからないっていうことで、まあ、なんていうんですかね、僕は今日言いたかったのは、結局、その、なんですかね、一番そばにいる人が、自分の一番の味方であって、一番感謝するべき人間だっていうので、気づかされたっていう話ですね。まあ、本当に自分が敵だと思ってたかもしれない、あるいはそばにいるけど、遠かった存在。でも、実は一番近くにいて一番サポートしてくれていたっていうことに気づかされたっていう感謝の気持ちにあふれたあれです、お礼です。まあ、これ見たかもしれないんでね、一応まあこれも動画を通してでもお礼を言っておきたいんで、ありがとうございますっていう、救われてます。そしてそうなんだって今腕組みながらなんか感心してたあなた、もしくはそうなんだ俺には関係ねえやって思ってたあなた、まだチャンネル登録してないんじゃないですか、僕もそこチャンネル登録ポチッとしていただいて、そしたらいつも報告カリカリチリンチリンってなって動画アップロードしましたって出てくるんですよね。そしたら毎回見てもらって、グッドボタンとかコメントしてもらったら僕がやる気出てきちゃうんで、とりあえずチャンネル登録ですね、そこから始めましょうか。まあ、やり方分かんなかったら僕なんかね、夜中ピンポン出し行って、ピンポン出しなのに逃げないっていう、そのピンポン出しなのにインターホンの前で待ち構えてチャンネル登録してますかっていう問いかけをするみたいな、そういうのやってもいいですけどね。とまあそんな感じで今日はこの辺でまた失礼します。ありがとうございます。感謝です。本当感謝です。感謝です。